んにちは。どうですよ、綺麗でしょ。桜餅みたいな甘い香りがしますよ。すごい、いい匂い。ほんとだ、桜餅の匂いがする。パルメキ桜は下関原根というところも綺麗だから、ぜひ行ってみてね。ありがとうございました。道の駅に寄ってから行ってきます。隣の畑に春だとチューリップが咲いたり、あと夏はひまわりが咲いたりするんですけれども、まあ、そういう時とかに、まあ、お花の摘み取り体験なんかのイベントもやってたり。南阿蘇原市といえば、このやっぱり相州牛というブランド牛があるんですけれども、1軒だけでしか生産していないブランド牛になりますので、まあ、ここに来ないと食べれないメニュー、地元の魅力であったりとか、発信をさせていただきます。原根の桜まで自転車でどれくらいですか？自転車なら10分ちょっとですかね。ありがとうございます。裏側の河津桜が見事だし、豊洲の大雄紅桜もすごく綺麗ですよ。